株式会社中部経済新聞社は、愛知県名古屋市中村区に本社を置く新聞社、中部経済新聞を発行している。1946年11月の創刊より、日韓経済誌中部経済新聞を発行している。名古屋証券取引所に株式上場する企業、ジャスダック上場企業の本決算、中間決算を掲載しており、 地元に密着した東海地区の経済史として知られている。また1992年4月より日韓現代中部版の発行も行っている。中部日本新聞社が総監に携わった関係で、1970年頃までは中日グループの一社として位置づけられていたが、現在は離脱。ただし、印刷業務を同グループの中日高速オフセット印刷に委託までは口実する。 自社工場で行っていたし、宅配を中日新聞販売店が行うなど、現在でも一定の関係は保たれている。東海地区でも広域にわたって経済専門誌を発行していることから、株主に、トヨタ自動車、大丸松坂屋百貨店、三菱 UFJ 銀行などといった有名企業が名を連ねている。所有していた中継ビル竣行及び、 第二中継ビル春工を解体し、名鉄、東和武道山と共同で、名古屋クロスコートタワーを建設、2012年6月に完成した。工事期間中の本社機能は、隣接する愛知県産業労働センター内に移転していた。なお、角川グループホールディングス参加の出版社、中継出版とは無関係。ありがとうございます。